おでん様14歳、都は日照り続き、井戸が枯れ、苦しむ人々を見かね、川を曲げて都に水を流したところ、これが大水害を引き起こし、再び逮捕命令。しかしおでん様、そのまま水路で海外へと逃亡を図ります。が、あえなく失敗。そして15歳、山寺の住職を脅して隠れ住み、夜な夜な都の女たちを連れてきてハーレムを築き上げました。妖怪の類がやることだ。なお、女たちは全員常に自由の身だったことを付け加えます。しかし、それに怒り立ち上がったのが女の恋人たち、親たち、夫たち、加勢する屈強な侍衆。そしてそれを決起として迎え撃つおでん様。これが世に言うハーレムの乱。止めに入った兵五郎一家まで加わって、いざ大乱闘の始まり。もうよい。